今日は何を話すんだ？あ、あそこは店員のセンスいいんだ。決めてないけど、つぶつぶのやつ。静かでいいんだ。今度、行こうな。ああ、シリアルとかミルクとか。大丈夫か？って、切らなかったか？あ、時々撮影で使うんだ。ない。お前も、歯ちゃんと磨けよ。たまに尾行されてるみたいだ。どうしてって、眠いから。行くのか？俺も。何か欲しいものがあるのか？ああ、アルデンテにするのが難しいんだ。アメリカでビルの設計やってる。面白いな、お前。他のやつと、なんか違う。今日は何を話しましょうか。英会話ですか。僕も始めてみようかな。やっぱり春から初夏にかけてですね。植物が一番生き生きしてる頃です。いい色ですね。あなたにぴったりだと思います。あなたの部屋にですか？あ、はい。それじゃあ、お言葉に甘えて。時々、紅茶やハーブティーはよく飲みますけど。ええ、いつでも。今ならちょうどリンドウが満開ですよ。大丈夫ですか？あまり無理しないでくださいね。
はい、尊敬しています。あ、実は僕もちょっと。あ、本当だ、可愛いですね。お金は大切ですよ。使いすぎには気をつけないと。この間のテストがですか？それは困りましたね。テストの答え合わせをしていたんです。あなたといると時間を忘れます。君の話を聞かせて。おっちょこちょいさん、気をつけて。でも、通学路にも美しい景色が隠れているよ。探してごらん。いいね。とびっきりの衣装とステージを用意して撮影しよう。動物はいいね、みんな美しい。僕かい？僕は AB 型だけど。毎日自分で作っているの？君はきっと素敵なマミーになるんだろうね。そうなの？今度僕も参加してみようかな。何かに感動して涙が出るのは君が素敵な証拠だよ。少しおとなしい感じがするけど、僕は好きだ。僕と同じだね。あの景色は全く飽きることがないんだ。それはいいね。今度僕にもご馳走してほしい。うん、その意欲はとても素敵なものだと思うよ。頑張って。今日の僕はとても気分がいいよ。いい作品が描けそうだ。自分と行さん話がしたいんや。
たいな。急いでカンペ作らなあかん。かわいいやっちゃな。俺と一緒に作ろうや。せやな、自分エスパーみたいなとこあるもんな。あ、昨日のかいな。あちゃ、見逃してもた。まあそういうことは気にしない気にしない。なんで自分嫌いなん？楽しいやん。しもた、最近トレンドチェックし忘れてん。せやねん、アンティークな家具とかあるらしいで。そうか、若い時の労働体験っていうのは貴重なもんやからな。嘘、なんちゅうやつ。メモっとこう。何言うてんねん、つまらんことで悩みなや。お、今度自分のしたのか。気持ちええで。まあな、けど成功するまでは会わへんって決めたんや。自分通ったらあっという間に時間過ぎるわ。で、今日は何を話すんだ？プロバスケ選手のマイカル・ジョーダンだな。11時、意外と早いだろ。うめえらしいな。意外っていや意外だよな。俺はルアーを使ってる。本当はミミズがいいらしいけどな。またかよ。女ってなんでそんなに服がいるんだ。サグマトン？食えんのかそれ。絵本だ？興味ねえんだけどな。お、似合うじゃねえか。無理した甲斐があったぜ。そうでもねえな。目覚めると早くボール触りたくなるしな。
知らねえよ。俺も俺も。で、そこで菓子食ったりしたよな。あ、そんなもんあったっけ？まあな、うちで休養してた時、すっげえ世話になったぜ。まあな、あんまチャラチャラしたの好きじゃねえし。お前と一緒にいると時間経つのがめっちゃ早いよ。先輩といろいろな話がしたいっす。いえいえ、いつもお世話になってるんす。父さんの影響が強いと思ってるんすけど。もちろんす。自分いつか必ず立ってみせます。だったら大丈夫ですよ。心配いらないっすよ。いつもヘトヘトになってるっす。ありがとうございます。これもいい男の条件っす。自分さっきから気づいてたっす。それ自分も好きな香りっす。そんな時もありますよ。また来週があるじゃないっすか。年下は恋愛対象外なんすか？だから自分も夏が好きなんす。先輩が手作りカレー食べさせてくれるんすか？そんな時は自分をお供にしてください。そんならライブハウスでパート弾けませんか？先輩のお話はすごく参考になります。君の話を聞かせてくれ。それは結構。しかし、他の生徒には口外しないように。
合宿に手の込んだ料理など必要ない。園芸部の生徒が丹精込めて育てているようだ。彼らの活動は評価に値する。彼のグラビアの切り抜きを透明下敷きに入れて眺めている女子生徒が我が校には多いな。学生の頃、俳優を志したことがある。当然だ。一字一句正確に暗記した。最近は携帯電話の時計を利用している。ゲットはやめなさいと言ってるだろう。リストとショパンの作品は一通り網羅しているつもりだ。学生の衣服は質素で清潔であればよい。その通りだ。実に楽しい。私はそのようなことに振り回される愚かな人間ではない。君は私にとって大変興味深い生徒だ。